かきついところありますか今日は。わからないですけど、首、俺いつも首なんか動かすんですよ、多分。首、あとは自分もいまいちわからないです。まあ若いからね、若いうちってなかなか痛みってわかりづらいもんですよ。やっぱ30代ぐらいからね、こう肩こりとかすごいわかり始めてくるんで。全然大丈夫。すっごい柔らかい。全然。もうね、あ、でも首は凝ってるかな、ここら辺。こういうとこは凝ってる。うん、でもね、この肩周りはね、ほぼ大丈夫。なんか友達とかにやられても首はいいんですけど、肩やられたら故障対応ってなるんですよ。いやでもね、自分とは故障対応ないですよ。よく言う。眠くなってしまいますよ。どうですか、腰バイクないですか。大丈夫です、全然やばいです。多分力加減もちょうどいいぐらいで。かなり、はい、変な顔が映ったのが気になるだけです。あとないですよ。でも肩本当すっごい健康的だ。でもね、こうやるだけでも血行良くなりますんでね、うん、全然違いますよ、本当。じゃあちょっと首やりましょうかね、はい、首とね、肩甲骨と、ちょっとこういきますよ、これは頭上げます。むしろ面白い方は面白いですよ、やっぱね。見る側がありますからね、はい、これね、ほんと。編集大変ですけど、確かに。編集大変だけど、やっぱ面白いものが撮れるとやる気も出ますからね、やっぱりこっちも。俺らも YouTube 撮りたいなと思ってるんですけど、友達がちょっとラップしてて、はい、歌、なんか、下ネタなんですけどね、はい、なんか YouTube に3曲ぐらいラップの歌を上げとったりして、はい、でいつか顔出ししてやろうかなって。はい、もういいじゃん。仕事も経験っすよ。その前かな、はい、あの宮古町でやっとったん、こうやっとったんですけど、はい、ラップも相当前に撮ってましたよ。マジ、はい、ここにですか。撮ってました、撮ってました。リアルで、あのこっちで大分県でアナウンサーやってる人、はい、マジ最近上げてるんですけど、もうそう、相当なんかここでラップバトルしてましたね。フリースタイルしようってますか。はい、右の方がちょっとやっぱ硬いかな。右利き。はい。わ、うん、かるんですか。うん、わかりますよ、そういうのやっぱ。筋肉出ますもんね。マジですか、すげえ。わかるもんなんですよ、自分全然。なんか、うん、あの磁気みたいなのあるじゃないですか、磁石の。うん、あれ結構高い、1万円ぐらいのやつ、うん、つけとったんですけど、うん、なんか気持ち程度は良くなるんですけど、うん、ああいうの本当にいいんですか。プラスマイナスいったらマイナスではないですよね。あ、若干のプラス程度ですね。劇的な効果っていうのはやっぱない。やっぱ安全でこうちょっとは良くなるっていうパターンなんで、やっぱこういう種類に比べたらやっぱ劣りますよ、どうしても。まあやるやらんではもう店長さえ。じゃあちょっとね、肩甲骨探していきましょうかね、はい、じゃあちょっとね、まあさっきと違ってちょっと後ろ向きましょう。はい、こういきます。はい、でもやっぱり柔らかい方だな。ちょっと行きますよ。はい、こうします。いやでもね、本当肩こりとは結構意外とまだ無縁な方かな、この感じで言ったら。うん、だと思います。いや自分もね、20代以降そうやったんですよ。それが働きまくって30代にはやっぱ肩凝るんですよ。やっぱ人間の体なんで、やっぱどんどん劣化しますんで、ね、やっぱメンテナンスしていけばね、やっぱこう維持できるんですけど、やっぱしないと悪くなっていくというかね。ストレッチですね。若いうちはもうほんとストレッチ。うん、そうそうそう。やっぱ右の方はちょっと硬いかな。行きますよ。右と左はちょっと感覚違います。
やっぱ右の方がねちょっとね引き手な分ありますんで、引く分はあります。なかなか2時間やることないです自分やって90分かな最大で手は疲れないんですけど結構精神的にいきますね。マッサージってそんな疲れるあれじゃないんですけど、やっぱあの接着なんでやっぱ精神的にいきますね。やっぱほらあるじゃないですか、普通に働いとってもほら1日朝から始まって、ああ今日も拘束時間8時間12時間あるんやと考えたら鬱になるじゃないですか。あれと一緒かな、似たようなもんかな。あんまり長すぎるとやっぱ集中力はこうねっこう途切れてくるんで、ほんとやっぱ短い時間でどれだけ早く効かせるかっていうのがやっぱプロじゃないですかね。なあ、もう間違いないから、やっぱ無駄なことをずっとダラダラしてもしゃあないですよね。ちょっとね、はい、最後なんかこれなんか気持ちいい。ああでも全手のひらは硬い。硬いですか？うん、硬い硬い。マジですか？全然わからん。硬いっていうかまあ筋肉がついてるっていうかな。やった。筋トレするんですよ。あ、筋トレいいじゃないですか。取らんのかな。あ、ありますよ。あります、うん、筋トレやっぱした方が絶対いい。運動って大切なんでね、本当。それによってやっぱ血行促進にもなりますし、体を動か、やっぱ動かないっていうのが一番、はいはい、その凝りが発生する元なんで、うん、全く動かないでじーっとしてるとね、こう猫背でもな、やっぱあのほらデスクワークとかすっごい悪いんですよあれ。うん。やっぱ足がむくんだり腰も悪くなるし、やっぱこう肩張っちゃってこうね肩こりがもう猫背になっちゃって悪くに歩く悪循環とかね、もうそんな仕事で結構動くんですよね。うんうん、動いたらいいですよ。調理師なんですけど。あ、調理師。自分の調理師。まあ俺の調理師ちょっと変な調理師なんですよ。はい、給食センターです。あ、いいじゃないですか。いやそれでもね立派な調理師ですよ本当。うん、いや自分も20代やってましたよ。マジですか。うん、20代から、20代の最初の頃かな、こう中学校から高校20代ちょいまではこうやってたんですけど、湯布院とかでねこうやってたんですけど、いや違いますね、まあ、ここら辺はオフレコで、ね、コンプラかかるっすか。んコンプラかかるっすか。あー、まあそんなことはないけど一応ありがたりか。はい、こんなもんかな。これじゃなくてもあれかな。そうですねって全然わからんけど、いややっぱりねこう弱いほどあの、はい、やりすぎても悪いんですよ。筋肉壊しちゃうんで、やりすぎ注意。先生、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。どうでしょう。いや、羽生えてません。羽生えてません。いやでもね、やるとやらんではこれ本当で全然違います。やばいです。あんまりコットン半額ないなと思ったんですけど、はい、結構やられてこう気持ちいいなと思ってたら、あ、ちょっとはあるってことです。よかった、ありがとうございました。